ジャンジャンのラニョッティはフランスカルパントラ出身のラリードライバー。1973年にラリードライバーとしてデビューする。1981年のラリー・モンテカルロをルノー5で制した。これは WRC 史上初のターボエンジン搭載車による勝利であった。1982年にはツール・ド・コルスを制する。ラニョッテーのカルルノー5また、 フランスツーリングカー選手権にも参戦しており、1988年にはシリーズチャンピオンを獲得している。1990年代も引き続いてルノーをドライブしたが、この時は前輪駆動のクリオマーキシであった。1995年に引退する。WRC における優勝回数こそ3回だが、性能に劣るマシンで速く、パワーに勝るマシンに勝つドライビングは、 世界各国で高い人気を呼んだ。フランス人であるがゆえにターマックスペシャリストのイメージを抱かれがちだが、グラベルラリーやウィンターラリーでも好成績を残している。同じフランス人、ラリードライバーのフィリップ・ブガルスキーは、ラニョッティを生涯の師匠と仰ぎ、したった。1995年にモナコ GP でペースカー先導を行った際、 井上高友母が乗るフットワーク FA16 に追突した。引退後の1998年に公開されたフランス映画タキシーでは撮影ドライバーを務めた。現在はルノーの名誉広報部長を務めており、ルノーや自動車専門雑誌などのイベントのゲストとしてたびたび来日している。ありがとうございます。